ん？お前か。朝から元気だな。方向も同じだし、一緒に行くか？朝から俺と一緒なんてついてるな。他の女子生徒に自慢していいぞ。6月といえば衣替えの時期だな。俺の夏服はどうだ？似合ってる？だろ？あんまり見すぎて惚れても知らないぞ。実は今日カバンを忘れて学校まで来てしまいました。それだけならいいのですが、カバンの中にはジャージを入れたままで。午後からの体育どうしましょうか。すごい気合ですね。わかりました。あなたから借りましょう。胸に詰め物をすれば大丈夫だと思うんです。いつもすいません。僕、あなたがいないとダメみたいです。いや、今日は健康？そうですね。あなたの近くにいるとセロトニンが分泌されるからでしょうか。脳内物質です。気持ちが落ち着くんですよね。おかげで今夜はよく眠れる気がします。ピピッピドゥー。ありがとうございます。いえ、むしろ早いくらいです。では早速ですが、これに着替えてください。はい、そうですか。あなたはうちの女子制服がメイド服だって知ってますよね。はい。君たちにはホールを回してもらうから。今日はお客さん多くて大変だろうけど頼んだよ。はい。すみません、注文お願いします。すいません、こっちも注文したいんですけど。お待たせしました。ご注文をお伺いします。ああ、それじゃあ。お疲れ様です。
今日は本当にありがとうございました。そんなことないです。バイトも助かりましたし、あなたのメイド姿も見れて僕的には大満足です。そうはいきません。むしろぜひまたメイド服を着てください。今度は写真に撮りましょう。もったいないですね。音楽の授業だけはって失礼だな。体育もちゃんと受けてるって。それよりどうして知ってるの？ひょっとして授業中俺に見とれちゃってた？え、マジ？なんかそうやってストレートに褒められると照れるな。君が褒めてくれるなら音楽以外の授業も真面目に受けようかな。もしもし、僕です。急に声が聞きたくなって迷惑でしたか？それはよかった。少し電話で話しましょう。あなたの家の近くは綺麗なものが多いですよね。児童公園とか住宅街のガーデニングとか綺麗な花や風景が多い。空も綺麗に見えます。そうですか。僕は綺麗だと思います。あなたが近くにいると思えば特に。別に思ったままを言っただけです。そろそろ寝ますね。おやすみなさい。何やってんだ？またか？こいつにも困ったもんだな。ミオと付き合ってて楽しいのか？付き合う相手はよく考えろよ。君には幸せそうな顔をしていてほしいからさ。辰原君も彼女のことを